皆さん、こんにちは。ニケの大型イベントの合間のこの期間、いかがお過ごしでしょうか。私はちょっと前にアニバーサリーで作ったアカウントを進めていました。数日間放置していましたが、やっと1628のボスケツス君を倒してきたので、これで特殊個体にも挑めることになりました。ちなみに突破時のレベルは141が2人、それ以外は134くらいでした。今回は強キャラをガンガン使いましたが、キャラクターが揃っていなくても160の前には16章をクリアできそうだったので、ここの緩和はかなりありがたいですね。ちなみに16章クリア時の装備がこんな感じ。キャンペーンで拾える T8 装備がかなり心強かったですね。装備はこの後のグレイブディガー戦後にしっかり見ます。で、ケツス君を倒したその足でそのまま今日の特殊個体のグレイブディガーに、突貫してみたのがこの映像です。様子見ということもあり遠慮なしの最大編成。最近ティアナガにお株を奪われがちなブラノアですが、ノワールが分割リロード SG、かつバーストの追加効果により、ソシブイやカマルへのダメージ UP もあるので、対グレイブディガーではティアナガよりブラノアの方がおすすめになります。あとはスノーホワイト昔をモダニアに変えると文句なしのグレイブディガー最適編成なのですが、このアカウントはモダニアを持っていないので、代わりにスノーホワイトを入れています。で、この時の立ち回りについてですが、目標としては起用付き TQ 装備がボーナスで手に入る7段階を目指していました。今日の特殊個体は特殊個体の中でも2番目に強いグレイブディガー、T7 装備がメインの時期では7段階まで行ければかなりいい戦果と考え、7段階を目指した立ち回りになっています。それがこの第2形態をレッドフードの B1 と3で吹っ飛ばす作戦。このグレイブディガーの第2形態は赤丸が最も硬く、攻撃を阻止するだけでも、かなりの装備強化が必要になる形態です。なのでこうやって最大火力で攻撃される前に吹っ飛ばすのが安泰なのですが、まさかここまでうまくいくとは思いませんでした。バースト1回で7段階までいけるとは。で、あとは消化試合。とりあえず適当に殴ろうと思っていたのですが、なんか結構戦えてね。というか頑張れば攻撃の阻止もできそうな感じがある。遮蔽を貫通しないの方の突進のダメージも、火力型も頑張れば耐えられそうな雰囲気がある。これもしかして討伐あるのでは？そんな感じで何回か挑戦してみて分かったことが、そのままではさすがに勝てないということ、火力的には討伐できる最低ラインくらいはあるのですが、問題が火力型が攻撃を耐えられないこと。火力型は他の方と比べて HP が低いので、デレ行動の遮蔽を殴ってくれる突進ですら、不屈の入ったノワール以外は受けられませんでした。なので、ここはひとまず戦力拡充として一旦8段階でリタイアします。ここで T8 装備を引いてとりあえず耐えられるだけの HP を用意します。ドロップしたのは防御型の T9 装備につと火力型の T8 装備が大量。防御型の T9 装備は今回の戦闘ではあまり差は出ませんが、火力型の T8 装備が一気に充実したのはかなりいい引き。3突のスノーホワイトが装備を強化すればギリギリ突進を耐えられるようになるので、HP が上がる頭と足のレベルを上げ、これでノワールとスノーホワイトの2人が突進を耐えられるようになりました。ではレッドフードはどうするのか。その個体がレッドフードを左端に配置すること。ブランや戦地の強要バリアは全体攻撃を受けた場合、最初に当たった攻撃のみ阻止し、それ以外の攻撃は防ぐことができません。逆に言うと全体攻撃でも最初に受ける攻撃は防ぐことができるので、このように HP が低いキャラを生存させるときに使えることがあります。グレイブディガーの突進で最初に攻撃を食らうのは左端のキャラクター。なのでブランのバリア発動中に突進を受ければ左端に配置したレッドフードが生存できる、というわけです。これで最大の問題であった HP が足りない問題は解消されました。それでは実際にグレイブディガーを討伐していきます。ちなみに今更ですが、基本的な攻略と使えるキャラについては、以前投稿した特殊個体解説動画で語っているのでぜひそちらもご覧ください。ちょっと前の動画ですが、基本的な攻略については変わっていません。変わったことといえば投稿時からレッドフードやハイフスノーホワイトなどの適正キャラが増えていることくらいですかね。特にレッドフードはいるだけで赤丸の破壊がかなり楽になるので、かなりこのグレイブディガーと相性がいいです。まあレッドフードは全ボスに強いんですが。ということで戦闘の方の解説をしていきます。まず第1形態、1、3ゲージ目は赤丸が2つしか出てこないので、ここはかなり余裕があります。なのでこのタイミングでバーストを3周回し、リターの CT 短縮の効果を最大にします。レッドフードのバーストを使うとグレイブディガーを削りすぎてしまうので、第1形態はハイフスノホアとノワールのバーストでお茶を濁しつつ進めます。で、4ゲージ目まで削ると今度は第2形態へ移行します。
ここは赤丸が3つに増える上、一つ一つもかなり硬いですが、レッドフードのバーストでギリギリですが破壊することができます。レッドフードのバースト1は第3形態で使いたいのでここでは温存。第3形態へ移行する7ゲージまでは若干火力が足りないので、さらにバーストを使ってダメ押し。ちなみに第3形態に突入するとき、なるべくフルバーストタイムの終了間際に、7ゲージ目に進めると、次のバーストを第3形態最初の赤丸に合わせられるので、赤丸を破壊しやすくなります。ちなみに今回は失敗し、最初の赤丸失敗時の突進を食らってしまいます。突進は雷をまとっている遮蔽貫通の突進と、雷をまとわない通常の突進がランダムで行われます。今回は遮蔽を殴ってくる突進だったので耐えられましたが、遮蔽貫通の突進は通常は耐えられないほど強力なので、第3形態以降の赤丸失敗時に雷をまとっているのが見えたらリトライがおすすめ。ちなみに遮蔽貫通の突進の見分け方はもう一つあり、と言っても視聴者様の受け売りですが、左右の赤丸と、上に赤丸が5つ出ている場合は遮蔽貫通の突進。左右の赤丸と下に赤丸が5つ出ている場合は通常の突進なので、攻撃される直前の赤丸の配置には少し注意しておいてもいいかもしれません。ということでそろそろ討伐完了ですね。ちなみに簡単に討伐しているように見えますが、ほぼ確実に突進1回受ける立ち回りでそこの運ゲーリトライがあり、さらに火力的にもギリギリなのでかなりリトライしています。1時間くらいかな。7、8段階と9段階の差はカスタムモジュールが出るか出ないかの差なので、装備が整うまでは完全討伐は目指さず、ある程度妥協することをお勧めします。ということでクリア、リター、ブラノアももちろん強力でしたが、それ以上にレッドフードがとんでもなく強いですね。正直この装備スキルでグレイブディガーを完全討伐できるとは思いもしませんでした。装備やスキルが整っている段階だとあまり実感できないインフレを感じましたね。これはもしかしたら1周目であるとアイゼンも討伐できるかも。ちなみに最終的な装備とスキルはこんな感じ。シミュレーションルームもかなりサボっているので、多分スキル素材としては同じレベル帯では少ない方なんじゃないかと。ということで最後はさっきこのアカウントで回したガチャの紙引きを見ながら、今後のこのアカウントについて少し語ります。今回のグレイブディガー戦では余裕がなく、ガチガチの強キャラ編成で挑んでいましたが、今後はある程度最新のキャラを使ったり、リターなどの強キャラを縛った状態で、新規向けの特殊個体討伐を解説できたらなと考えています。特殊個体の各ボスについての解説はすでに他の動画で行っているので、そこで語った内容を現状の新規が落とし込むとといった内容になると思います。他にも作りたい動画があったり、メインアカウントの方を放っておくわけにもいかないので、軽い解説になるとは思いますが、興味があればぜひそちらも見ていただけたらなと。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。高評価コメントいつもありがとうございます。励みになってます。内容や編成などについて質問があればぜひコメントにて。それではまた次回お会いしましょう。